どうも、はじまきょうしろうです。昨日ツイキャスいっぱい喋ったんですけど、ツイキャスでね、みんなといっぱい喋った。みんなって言っても視聴者のみんなじゃないけど、全然わあ、めっちゃはだけてる。嫌だな、大きな声出してるし、はだけてるし。いやでも全然喋れなかったな、ずっとぼーっとしてた。いやもう誰もわかんないこと喋るのやめよう。誰もわかんなくもないけど、見てる人はわからない。いや見てる人はわかる人が見てくれてるのか。いやでもわからないよな。まあね、いやまあ俺なんで伸びないのってことです。俺なんなのどうやったら伸びる会議ですよ。真面目な話、俺真面目な話大好きなんで、真面目人間なんで、真面目なこと大好きなんですよ。真面目なんでね、本当に真面目なんですよ。でもその真面目の悪い部分っていうか、いや真面目のいらない部分だけをすごく持ってる人で、なんだろうな、いや真面目のそういうとこいらんからっていうのだけ持ってるっていう、真面目の悪いとこセットみたいな、そういう人間なんで、ね、今ね、肉でいう筋みたいな、筋だけの肉みたいな、牛肉みたいなっていうクソみたいな例え言いそうになっちゃって、昨日でね、昨日みんなと話してて覚えたの、俺は例えが下手なんだなっていう例えがすごく下手なんだなってことに気づかされまして、めちゃくちゃな例えしてたなって、その例えじゃなくてなんか完全にボケに来てる人みたいな、ただふざけに来ている人みたいになっちゃってる人なんですね。いやいや、お前はふざけたいだけじゃんっていう、そういう人になってたっていうのが昨日のハイライトですね。いやー、でもね、なんで伸びないのって簡単なんですよ。まあまあ、いろいろあるんですよ、YouTube。やっぱビジュアルですよね。なんかやっぱ、見た目はみんな気にするんですけど、イケメンが面白かったらみんな見るかなあ。違うだろ。そこそこのビジュアルですよ。中の下みたいな。俺はなんだろうな。まあ、多分、下の下くらいなんだろうな。俺は全然思ってないけど、でも清潔感がないんだよね。ビジュアルとかの面なんかさ、よく見たら顔がすごいボソボソしてるし、ここら辺とかさ。うわ、なんでそれ汗もみたいになっちゃうじゃん。で、髪の毛もなんか、臭そうだしね。で俺は口が臭いと言ってるんで、もう全体的に臭そうだしデブだしね、すごい嫌悪感の塊みたいなもんで、それをわざわざ見に来るかって言ったら見に来ないし、それをじゃあ肝は嫌悪感あるな、でも面白いんだよな、どっち取るって話じゃないですか。だからもっとこの面白さが重くなればみんなははい面白いから見るってなるじゃないですか。まだ嫌悪感が勝ってるんだろうね、みんなの。わあ、なんか臭そうだな、こいつ。わあ、なんか、口、なんか、口臭が垂れてきたみたいになってるんだろうね、みんな画面の向こうで。やめたって。なっちゃうの。あと、鼻水すする音とかでね。こんなことやるんですよ、俺雑談中に。そしたらみんな、うわ、キモ、なんじゃこいつって。配慮のかけらもねえなってなっちゃう。ってみんな思うんだろうね。今のこれもね。あと、普通に雑談中に水取りに行くんですね。いや、それも俺の文化として見てくれよ、みたいな。いや、水を取りに行くなよ。うん、もう、2回目以降は何も面白くないぞ、お前って。うん。だから、1回でやめておけよな。うん。今のうちにでもやめておけよ。ってみんなには思ってほしいんですよ。思ってほしいんですよ。思わないよね。思わないものは。うん。いやー本当にね、伸びない。まあ、ビジュアルもありますよね。で、そこまで面白くないっていう。いや、まあ、面白いんですけど、俺は。面白いんですけどね。わかりやすい面白さではないんですよね。その爆発力のある面白さってなんだって言ったら、やっぱ、ドッキリのリアクションとか変顔ですよね。でも俺なんか、ずりーんすわ。もう顔がもうちょっと変なんですもん。変じゃないか、デブだから。だから、その、まあ、美人とか顔整ってるやつって、ちょっと顔変にしただけ俺は、なんかね、笑っちゃうんですよ。なんか、まあ、顔変顔してるわ、こいつって。ざけんなよって思って。ちょっと声可愛いやつとかさ、が面白いこと言ったら、なんか勝ちみたいな風潮あんじゃん。ふざけんなよ、俺の方が変なこと言ってんだよ。な、変なことでやらさせてもらってるんだよ。でも、俺は変すぎるのかな、ちょっと怖さが垣間見えてんのかな、変すぎて。それじゃダメなのか。怖さを、なるべく恐怖を削ぎ落としてった変をみんなにね。だ完全な球体にしなきゃいけないんだよな。変という球体に。だから、まあ恐怖という角が生えてるわけですよ。まあトゲっていうかね。それをこう、痛いけど、削ぎ落としていこうって言って、まあ変ですよっていう、変という完全な球体を皆さんにプレゼントできないけどね。それに面白さというね。故障。それは故障なんだよ。面白さという故障はないんだよ。香辛料とか言えよ、そこは。
いや、球体にかけてどうすんだよ。なあ、本当に。そういうことですけど、まあまあまあ伸びない理由って単純にあのね、わかりづらいんですよ、やっぱり僕の雑談。面白いこと、その、言ってないんじゃないかみたいな感じになっちゃうんですけど、俺面白いことむちゃくちゃ言ってるんですけど、それもやっぱ何が面白いかって、俺全然底辺なのに全然歴史積もうとしてきてるところが面白いと思ってて。でもなんかすごい面白さ重視で俺をやってるところあって、まあ人気は金繰りしててるけど、めちゃくちゃ面白くなったら人気になるんじゃないかなって思ってて。なんかまあそれはやっぱ YouTuber で所詮中途半端な面白さですよ。まあ水溜りボンドは例外として、あれはめちゃくちゃ面白いんで、まあ、加藤純一さんもめちゃくちゃ面白いし、まあやっぱ所詮つまんないんですよ。うん、それをどう面白い人間だよと見せていくかなんですよ。俺は面白い人間なんだぞみたいな感じで振る舞っていくか、嘘をついていくかなんですよ。まあ面白い人間も中にはいますけど、でもやっぱりめちゃくちゃ面白いわけないから、 YouTuber に、 YouTube にいるやつらが。いや、面白い人もいますけどね。例外は当然ありますけど。なんですけど、なんか、いや、何、面白いやつ振る舞ってんのって思ったら、いや、本当に面白いな、これ。なって。いや、編集してるより面白いじゃん。っていう。やっぱ、子としての面白さの究極体を目指したいっていうか、一人の人間、羽島恭四郎としての面白さの終点にたどり着きたいっていうか、まあ、ないんですけど、そんなものは。もう、永遠の終点っていうか、もう、すべて終点みたいな。全て始発みたいな、全て始発じゃないな、終わりのない始まりみたいなね。まあうるさいなって思いますけど、まあそもそもなんか、あと名前もいけないらしいですね、羽島恭四郎って。漢字めちゃくちゃあるしね。水たまりボンドはギリ読めるけど、羽島恭四郎は読めないからね。何言ってんだっていう名前だし、最後のローもね、朗読のローっていうのもちょっと喧嘩売ってるよね。あれは普通にね、変換で間違えちゃって、あ、間違えちった。あ、でも、逆にいいかなみたいな。逆に太郎のローじゃないよ。朗読のローだよって。でも、ローってなんか、スケベのローみたいな。なんだ俺のこの偏見は。なんか、朗読のローってちょっとスケベだよねみたいな。ならないだろ、そんな。どう生きてきたら、そういう偏見になるんだろうって思ったら、意外にみんなそう思ってたらな。俺実は変なやつじゃないんだって、がっかりしちゃうから。まあ、それが、ベーシックとしよう。普通な。ベーシックとしようって適当に言うなよ。な、そこ、適当に言うなよってことが言いたいがためにベーシックって言っちゃった。言っちゃった。こんなんで誰も笑わないんだよ。ちゃんとそこ反省しろよ。そんな、なんだろうな、小手先の笑いで勝負するなよ。本当に。本当にダメだよ。しっかりと反省すべき点、できましたね。まあそんな感じで、やっぱ見てもらえないっていうのもあります。あとサムネイルが地味って言うけど、雑談なんてさ、盛ることないだろ。盛る内容なんてないだろ。そもそも。雑談は雑談の域を超えれないんだからさ。うちの犬が。いや、名前ありますよ。うちの犬が。ねえ、びっくりした顔でね、大きな声出してね、なんだこいつって思われてます。いやー、本当に、雑談は雑談じゃないですか。でもやっぱ雑談してる人で人気な人で、単純にその人を見に来てる。人の話を聞くって言ったら、その人を聞きに来る、見に来るってことなんで。ということなんでね、なんそんな今の。ちょっとふざけた。席やめろ。席は真面目にしようね。そんな、うわ、席、真面目にできない人なんだってなっちゃうから。席も真面目にできないんだって。そういう評価もらったら困るんで。じゃあ、加藤純一さんだったらゲーム実況、石川紀之さんは嵐だったり、その外配信だったり、そういう、何かって、やっぱ雑談を見に来るって人は、その人のメインコンテンツがあるわけですよ。俺は雑談をメインコンテンツにしちゃってる。それじゃ人が来るわけないよね。だって、あの、めぐみさんですらガジェット系で YouTuber で商品紹介とかいろいろやってて。お宅からの指定みたいな感じでやって人を集めてやってるわけなんですけど、なんでお前雑談からしちゃってんの？やっぱみんなお話、おしゃべりはしたいじゃないですか。おしゃべりをみんなに聞いて、楽して承認欲求埋めたいな、みたいに思ってるところある。そのために頑張らなきゃいけないんだよね。どこで頑張るんだって話なんだよ、俺は。どこで頑張る？ネタついとか、ま、いろいろありますよね。でも俺雑談したいんだよな。だから面白い人間ができるコンテンツをちょっと探していく気は全然ないですけど、まあ、探していくふりはしていこうかなと思って、やっぱ雑談一本で登りたいよね。まあ理想ですけど、やっぱ面白い雑談ってやっぱ分かりやすさですから、所詮。大衆受けとまでは言わんけど、俺の面白さをどうみんなにその潜在的に解説っていうかね、顕在的にっていうのは、顕在的にっていうか、まあ目に見えてっていうか、もう解説してますせで解決したらさ、解説したらちょっと冷めちゃうじゃん。でも遠回しっていうか、もうその、サブリミナル解説みたいなことをどうできるかって話なんですよ。そこが勝負なんですよ。分かりやすさもそもそも大事だしね。
分かりやすくリアクションだったり、分かりやすく変な行動するっていうか、なんかね、重要ですよね、本当にそういうところは。だからね、でも俺話すの好きだし、この好きでめちゃくちゃ食ってきたいし、俺はめちゃくちゃ面白いと思ってるし。でも面白いで稼げるわけはないんだよな。だすとんでもない領域に行ったら芸人さんみたいに稼げるのかっていうと、芸人さんもあれテレビがあって稼げてるみたいな。そのテレビは俺クソだと思う。俺テレビ嫌いなんだけど、あの嫌いなテレビのおかげで稼げてるってところもあるから、やっぱ広告っての力なんですよ。YouTube だって広告の力なんで、やっぱ広告最高ってなるけど、俺広告嫌いなんですよ。だから YouTube プレミアム親の金で入ってるんですけど、まあ、そこを強調しなくてもいいか。自分の金で入ってるっていうのは言いたくはないけど、そこの親の金で入ってるんですよねっていうのも嫌だし、昨日ツイキャスで言ったなんかパソコンの話とかあんま言いたくないんですよね。親に買ってもらった自慢みたいな、スネ夫かよってなっちゃって。デブのスネ夫じゃん。最悪か？ほんと、喧嘩雑魚。そこはスネ夫に忠実なんだ。デブなのに。デブだったらね、ちょっとは強くあるよ。デブのスネ夫なのに、そのステータスはほんとスネ夫なんだなって。でも、スネ夫ほど金持ちじゃないっていう、うわ、最悪、最悪じゃんって。もうね、いいとこなし。無じゃん。無です。いや、まあ、おしゃべりは楽しいなってことで。やっぱおしゃべり楽しいんだよね。俺が楽しんでるんだから、みんなも楽しんでほしいな。すごい傲慢だな。でもやっぱみんなには見るためには、やっぱみんな、となんで、俺の動画を見に来てるで、そもそもなんだろうな、視聴者層を間違えたよな。俺はね、すごい最悪な人間なんで、ね。ケツが。かいい。ケツかいい。いや、でも俺は視聴者にも面白さを求めちゃってるところがあるんですよ。やっぱ視聴者も俺も面白いことやってんだから、お前らもそこそこ面白ルールを守るよみたいな。面白いことはしなくていいけど、面白いことはしてけよみたいな、そういうね、考え方があるんで、誰もコメントするわけないよな。そんな思想を持ったやつの動画にコメントするわけないし、下手したらボコボコに叩かれるんだよ。つまらないってだけで、つまらないことはね、しょうがないことなんです。面白いことがちょっと異常なんですよね。芸人さんは異常すぎるんですよね、あれは。なんかわざと面白いことするってね、ちょっとすごすぎですけどね。すごいとかそんな話じゃないですけど、わざと面白いことってできるんだって。まあ雑談していきたいんだよな。雑談楽しいんだよな。楽しいこと職業にした方がいいじゃん。ていうか、そのことを楽して金稼ぎたいんだよな。でも絶対楽して稼げないんだよな。よくよく考えたら。何してんだよな、俺は。だからもう、なんかね、本当にバイト続けながらやるみたいな。俺、しっかりと中卒だからな。俺、このまま身長も低かったら、生きることができなくなるんですけど。いや、俺、自分の身長が低いっていうのはね、どうでもいいんですけど、嫌じゃん。身長が低い男でバイトしてたら、ボコボコされない？舐められない？舐められちゃうよ。俺がずっとこうやって喋ってんだったらマジでやばいですね。バイト中もこうやってずっと喋ってね、言ってるね。そして口が臭いやつ。で、ちびデブって言ったらもう狂気だよね。うわ、怖いな。うわ、ヤンキーに目をつけられちゃったな。みたいなことをさ、バイト中コンビニでやってたらどうする？普通に逮捕されちゃうよね。異質な、ね。ものだよね、それは。オーパーツ、いや、オーパーツじゃないけど、存在してはいけないものとして扱われちゃうよね。そうしていきたいけどね。でもよくわかんない。ツイッターに上げられて、つまんない奴らに拡散されるのは嫌だけどな。つまんない奴らに拡散されたくないな。プライド高いんだよな。プライド高いとかじゃないけど、ま、でも世の中は大体つまらないやつだから、しょうがないんだよな。だし、そこまで俺は面白くないだろうしね、まだ全然。面白いものを見てる人間側からは、あまり 脱却できてないと思うんで、大変だなーって、面白いこと大変だーってやりながら楽しく雑談してますけど、まあ、雑談で食って食って、雑談楽しいと思うんですけど、暇つぶしですよね。とにかく暇つぶして、生活の中にね、すごいかもな。生活の中に俺をねじり込んでいってほしいんだよ。何かあるたびに、俺の動画をイヤホンで聞いてほしい。ヘッドホンでもいいし、スピーカーでもいいし、普通にスマホ内蔵スピーカーでね、やってもいいし。もう生活にねじ込め。上からだけど。面白い、面白くないとかじゃないんで。いや、面白いかな。
わからないんだったら生活にねじ込んでみよう。本当に寝る前に聞く、風呂入ってると聞く、で晩飯食う前に聞く、で帰りの電車の中で聞く、で昼休み聞く、で行きの電車で聞く、朝起きて聞く、朝ごはん中に聞く、うん、これ、うん、で夜聞きながら寝る、うん、それだぞ。そうすりゃさ、俺は自動的に稼げるんだよ。コメントのない生放送になっちゃうよ。コメントが全くない生放送ができちゃうけど、もうみんなはもうそんなあんま深いこと考えないんで、俺の動画を見ればいいんだよっていう洗脳です。これはもう宗教にしよう。俺はプロト教っていう宗教を立ち上げます。まあ、プロト教っていうのは前の名前とねにもじってていうか、前の名前が俺プロト教なんですけど、前の名前めちゃくちゃキモいんですよ。昨日のツイキャスで全然言えなかったけど、前の名前がめちゃくちゃキモかったんですよ。エゴサーチもしづらいし、検索しづらいんですよ。なんかね、名前何かで挟もうっていうよくわかんない考え方が出ちゃって、肉プロト教肉って名前で始めちゃって、マジでキモくないですか。そんな名前で始めるやついないじゃん。なんかその突飛さっていうか個性出したいなって、結果肉で挟む。まあ後付け解説で、肉よりも肉肉しくしい男だよっていうよくわかんない解説が入ってね、マジでいい気。肉をバンズとするほどの肉を超える肉こと恥、プロト教ですみたいなねことを言ってたけど、全然意味がわからないな。肉よりも肉ってすごい肉だな。そんな肉どういう肉なの。だからもうそのビーフパティは、そのバンズとなるビーフ パティは相当雑魚な肉じゃないと、お前の肉の価値どんだけなんだろう。高い肉だろうと肉は脱却できないからな。スーパービーフってことでしょ。肉を超えたスーパービーフ、スーパービーフに普通のビーフパティで、ここにスーパービーフ、ビフがあることによって、こいつがもう肉なんだよ。これじゃ雑魚だから、もうバンズくらい雑魚っていう認定するだけでしょ。なんだそのハンバーガー、嫌だそんなハンバーガー。よくわかんねえよスーパービーフって。肉よりも肉肉しい肉、肉をバンズほど、バンズのように扱う最強の肉って、意味わかんねえ。何言ってんだ俺マジで。昔の俺、今も何言ってんだって話ですけど、まあ理解しなくていいと思いますよ。なんとなく分かればいいんですよ。ああ確かに肉よりも肉肉しい肉のハンバーガーなんだね。それでいっぱい聞いてください俺の動画。俺の動画全部聞けっていうのはやっぱ俺の歴史があるわけで、どういう歴史で今に至ったのかっていうのが多分やっぱ動画見れば分かると思うんですよ。一発でって言うけど、その一発めちゃくちゃ時間かかりますけど、俺の動画1600本くらいあるんで、なんかあとたまにねすごい超外れ分かって、なんかすごい10時間くらいずっと寝てる動画とかあるんで、それに当たったらもうただ憂鬱ですよ。まあ寝てるんだなって事実が分かればねいいです。俺はその動画見てないんで、俺自分の動画全部見返してないんで、うん、やっぱり過去の動画恥ずかしいしね。あと見ないでほしいなっていうのは空想ワンピース系かな。マジで何言ってるか分からないし、あれはワンピースが好きなんです。俺ワンピース好きでね、ワンピース全然進まないじゃんってなっちゃって、んじゃあ話進めちゃおうみたいな、クソみたいなノリで始めて、まあワンピースみたいなドラゴンボールみたいな、なんかインフレはドラゴンボールみたいなで、ワンピース要素なくて、なんかいきなり宇宙行くんですよ。で宇宙行った後のお話みたいな。でもルフィたち全く出ないですけど、全然違うキャラがやってます。ルフィたちボコボコにされますから。そういうのダメなんだよな俺。あとドラゴンボールね、ドラゴンボール好きなキャラいますかって言うと、俺ドラゴンボールあんま好きじゃないんですよ。あんま好きなキャラいないんですよ。いないんですよね。ドラゴンボール好きなキャラいるかな。いないな、全然いないな。うん、ドラゴンボールってめっちゃ強いキャラとして歌われてるのやっぱうざいじゃん。だからもう俺が作ったキャラでボコボコにしてるんですよね。フンってバーンって悟空が爆発するんですよ。パンチの威力強すぎて。バカだな俺、そんなこと考えてんだ。めちゃくちゃバカだ。そういうキャラたちがいっぱいいる世界、俺は頭の中に書いてるんです。だからその時点でめちゃくちゃキモくないですか。それをずっと考え続けてるっていうのがもうキモいじゃん。ちょっとキモいっすね俺ね。そう考えるとキモすぎるな。まあ、いや、まあ嬉しいキモさですけどって、まあキモいです。まあキモい俺でもよかったら見ておいてください。慈善活動の一環として、でも慈善活動で見てたら俺のことハマるんで、面白いんでね、俺は面白いんです。でもあなたは初めて教師は面白いと思い込み信じ続ければね、楽しく見れますから。いや、まあ、やっぱりそのなんか嫌なんですよね俺の動画って。なんか俺の特有のノリ、誰もわからないノリとかそういうものを作ってるんですよ。誰も知らない陰夢みたいな感じになっちゃっててダメなんですよね俺は。
誰も知らない内輪乗りですよ。俺しか知らない内輪乗りを現在進行形で続けてるってただのアホですから、うん、何やってんだお前ってなりますから、それがダメなんですね。誰も俺のことを理解できないですから、俺の YouTube チャンネルで。まあでも理解してくれるほどの熱量を持った人がいないな。まあということでね、まあ、暇だったらみんな見てきて、ちょっとコメントしてくれたらありがたいね。誰が見てるんだ、どんな人、でもコメントめんどくさいよね。コメントしたら集中砲火されるからね。次の動画で、ダルダルさんがコメントしてくれた、わーいわーいわーいっていうのは30分くらい話しちゃうかもしれないから。まあ、俺のやかましいやつの動画にコメントはつけたくないんだろうな。気持ち悪いね、君はとか言われて、俺はやっぱムカつくんですよ。何よ、お前って。ただお前が理解できてないだけじゃんって。死んでくれって思っちゃうんですね。もう、俺は自分のこと大好きなんで、やっぱり大好きな僕をみんなも大好きになってほしいなと。その、まあ、性的にはやめてほしいですけど、まあ、性的になってもしょうがないですけど、まあ、性的に好きになるんだったら俺のことをね、俺のノリ、面白さをね、しっかりとなんか論文で出してください。読みませんが、そんな長ったらしいもん作ろうもんなら。うん、全然読みません。あ、論文作ったんだねーっておしまいです。うん。それだけ俺の動画をいっぱい見てください。いっぱい見てなんか時間を無駄にしてください。やっぱ俺の動画見ることってとてつもない無駄なんですけども、究極の娯楽ですよ。何も得ない娯楽なんですよ。だから面白さを追求しなきゃいけないんですよ。僕は皆さんにね、何かね、無駄なね、豆知識とかを教えることはできない。でもたまにやっちゃってるのがキモいんだよな。ちょっとそういうところ出そうとしてるのもキモいけど、今のちょっと喋りすぎで心臓が止まってたのはバキューンって言って、お前喋りすぎだよって言って心肺停止しちゃうところだった。危ねえ。まあね、本当にね、まあなんだ、喋ること全然忘れた。俺記憶がマジでないんですよ。ちょっと前の記憶がもう夢中で喋りすぎて、夢中で人生を走り続けちゃって、早すぎるんです僕、人生を走る速度が行き急いでるじゃねえかよそれは。うん、ということでね、まあ俺の動画面白いから見てってね。ああ、もう全然喋ること忘れた。すごいね、本当に忘れるんですよね。やっぱ脳みそがしっかりと死んでる。うん、勉強してないんで俺、やっぱ勉強して脳みそを全く使ってないんですよ。もうこれなんだろうな、もう癖みたいな感じ。もう体で覚えた雑談を体で喋ってるの。俺は脳みそで全く喋ってないんですよ。口と声帯なんです。だから口と声帯になんかね、喋る専用の脳みそが多分ついてるんですよ。こことかほっぺとか。俺も脳みそないです。こういうポーズキモいな。こんなことするな本当に。いや、みんなに言ってるわけじゃない、俺に言ってるんだよ。こんなことするなよ俺って言ってるんですよ。俺はこんなポーズするなよ。いや、もうだからこんなポーズするなよ。さっきから言ってるだろ。だから脳みそが俺ないんです。やっぱ脳みそってやっぱ積極的に動かさないとしっかりと死んでいくんで、俺はしっかりと死んだ結果、こうなりました。いやー、まあね、なんか昔みたいに変なタイトルつけれなくなったな。まあなんかどんどんシンプルに言ってんのか、もしくは楽をしてるのか。楽をしてます、俺は。いや、というか単純に思い浮かばないですよ、変なタイトル。あと、名前も。全然思い浮かんでたな。ネタツイッターの変な名前いっぱいやってた。なんか塩焼きティッシュ塩焼きの塩焼きとかよくわかんない名前提供してた。全然おかしい。ちょっと塩焼きティッシュ塩焼きの塩焼きってなんだ。やだ、そんなティッシュ。塩焼き木炭の塩焼きの塩焼きって。俺あれ好きなんですよね、塩焼きティッシュ塩焼きの塩焼きってめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、ということで、クソつまんないふざけをしたところで終わります。俺の動画ね、見てってください。本当に優しい人間です、僕は。わかんないね、優しさってものがよくわからないんで。俺は優しいなって思うときはあったかいってコメントを使うんですよね。まあ温風みたいな人だなって。風じゃねえよ、人間は人間だ。ということで、あざした。まあ、ちょっと終わるの名残惜しんで続けちゃいますけど、前まではね、カチッって言って、なんか、マネージャー、タバコみたいな感じで、クソみたいなね、茶番をしてましたけど、それもあるんですよ、俺のノリで。俺はそれをやりすぎて記憶してるんですけど、あとなんだっけな、そんな、あとなんかノリ。あとそれに加えて、チャンネル登録、高評価、チャンネル登録、高評価、通知、お願いします、みたいな、Twitter もフォローしてくれたらありがとうございます、みたいなことね。
次回の動画でもしょ、バイバーイみたいなことやってた気がするんですけど。汗がすごいな、デブだから。まあ痩せない、やっぱビジュアルだよね。ビジュアルっていうか容姿っていうかさ、いやデブがこんないっぱい喋ってたって京一郎じゃんってなるじゃん。枠は埋まってるじゃん。まあ京一郎よりは面白いはずだけど。めちゃくちゃ喧嘩売ってくな。でも京一郎さんの動画っていいですね。デブ特有の怠惰な感じがさ。あーでもね、それやったら面白いかもね。それやったら美味しいかもね。じゃあ次の動画出て。あれデブ特有のめんどくさがり屋みたいな。そういうもうデブチャンネルなんだろうな。これで名誉毀損されたらマジでシャレになんないけど。いいよね。あれは、そういうコンセプトなんです。本当は京一郎さんはやりたくてやりたくてしょうがない。やりたい、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 やりたいって思ってるんだろうけど、やらないです。やっぱもうデブとしての誇り。俺はデブとして生きているんだ。だから、このなんだ、探求心はぶっ殺さなきゃいけないって思って、やったら美味しいかもね。じゃあ、バイバーイみたいに終わるんです。あれは面白いですね。それをそういう目線で見たらめちゃくちゃ面白いですね。デブ特有の怠惰。めっちゃ面白いな。そう考えたら。めちゃくちゃ面白くないですか。だってしっかりとデブ特有の怠惰で締めるんですよ。最後までやりよって言うんだよ。デブなんだからしょうがないじゃん。いやで本当に名誉毀損で訴えられる。嫌なんだって、シャレにならないで、もう嫌なんだよ。一度も行ったことないけど、刑務所に行きたくない。やだ、お金も払いたくない。いいじゃん、ちょっとぐらい悪口言っても。俺の悪口言ってもいいから。でもそれからボコボコに言うけど、悪口なんか言って器用もんなら意味がわからない。全然交渉になってない、ただ喧嘩売ってるだけだ。はい、ということで、わあ、ここお鼻のここあたりが痛いのと、多分これズームで拡大したら俺の爪はめちゃくちゃ汚いです。おほほん、終わっちゃうってわけじゃないですよ。それでおほほんって言ったわけじゃない、普通に咳で。まふざけてますよ。ふざけてますから。ふざけてますからって、ふざけてるな。そんなふざけ方ないからな。まあ、ということで、普通にね、この後はぼーっとするだけかな。ありがとね、みんな。楽しかったよ。いや、みんなのおかげで楽しくないな。そうね、いや、でも昨日のツイキャス楽しかったな。喋りたいこともいっぱいあったなぁ。あった。喋るっていいね。いやー、でも人間喋んなきゃダメだからね。いっぱい喋ってこう。口をいっぱい、危ないんだよな。顎外れんだよな。俺目いっぱい口開けすぎて。ああ、綿棒がなくなっちまった。やっちまった。ちょっと変な感じで言うなよ。ふざけ方が全然足りねえんだよ。ただ格好つけてる人になっちゃうじゃん。いやー、まあね、不潔感っていうか清潔感全くないな。すごいな、こんなに清潔感ない人いるんだ。前も言ったけど、あ、こんな大人にはなりたくないなっていう YouTuber がね、まあ人気じゃない YouTuber でいるんですけど、めちゃくちゃそっくりなんだよな、そいつに。嫌だな、そんなやつになっちゃうんだ俺って。前もしゃべったけど、嫌すぎる。しっかりとそういうデブになってきてた。はい、ということで、そういうデブにならないように痩せなきゃね。ありがとうございました。楽しかったよ。やっぱおしゃべり楽しいなって言って何回でも続けるぞ。もうやだ。喋っちゃおう。もっと喋っちゃおう。もうやっちゃおう。もうやっちゃおう、俺。もう目いっぱい喋っちゃおう。なんかすごい無理してる感じあるんですよね。無理してる感じはあんま無理してないんですよね。無理してるけど無理してないんです。無理してる感じが楽しいっていうか。ストレスを爆発させてるっていうか、ストレス発散なんで、俺がふざけてる時っていうのは。今日も母親めちゃくちゃムカついたな。いや、単純に無視されるんですよ、俺。俺が無視してるわけじゃないですよ。無視されるんですよ。なんで？もう、俺が話したすぎるんだよな。親に無視されるってよっぽどじゃないですか。嫌われてるわけでもないのに。喋りすぎて。ちょっと誰か俺を助けてくれ。本当に。喋る相手で、俺はなんだろうな、本当にね、ヒカキンさんが言ってたけどね、有名人っていうのはね、やっぱり聞き上手なんですよね、とは言ってないけど、聞き上手らしい。有名になる人のコツ。そんな知らねえけど、俺、聞き上手の真反対だからな。話上手でもねえけど。話ベタなんだよな、本当の逆だったら。話下手なのにめちゃくちゃ人に話を聞かせたがるんですよね。最悪の人種だ。拷問だ。
歩く拷問器具、拷問じゃん。嫌だね俺、つまんない話を永遠とさ話すんだよ。ちょっと面白いリズムで、面白いこと言いそうな人のリズムで喋って、何も面白いこと言わない動画があるんですよ。それはなんかね、おにぎりうめえっていう、その月曜から夜更かしの出てた人のモノマネしたら再生回数稼げるかなと思ったら稼げて、ちょっと稼げてね、うん、やって、でなんだろうな、その動画の次の動画みたいので、めちゃくちゃ面白いこと言いそうな人のリズムで喋ってんのに、何一つ面白いこと言わなくて、え、こいつすごって思っちゃって、今もそうなんでしょうけどね。おならありがとうございます。やっぱおならってしっかり音出たいよね。でも汚すぎるけどな、おなら。よ、東海オンエアの哲也さんとかさ、めっちゃキモいよ。だって3時間の雑談、3時間の座禅でさ、めっちゃキモい、汚ねえね、ザ・ヘみたいなね、ザマンみたいじゃないか、ザマンみたいにザ・ヘみたいなね、音を出してね、うわーすげえ汚ねえ、キメえって思っちゃって、ね、うん、まあキメえっていっぱい使っちゃうな。ちょっとそういうキモいとかめっちゃとかやばいとか、そういう言葉をね信用しすぎてるな俺が。うん、ちょっとね、肩の荷を下ろしてあげよう本当に。ニコニコしてます。やっぱね、笑うとね幸せになるらしいんで、俺はねすごい笑うんです。嫌なことがあったらね、こうやってこうやってこうやってやるんですよ。うんうんって、俺すごいね笑い方下手なんで、にかかって。でもそういうことしてて、ね、なんかねすごい辛い時期があって、まあありますよね、めちゃ辛な時期があって、めちゃ辛な時期があったんですけど、その時になんか笑顔を忘れちゃって、あれ笑顔が全然できないよってなっちゃって、本当にそういう時期があって、多分そっから笑顔を矯正し始めたら、見てくれ、うーんって笑顔じゃない、沼だよ、池沼だよってことでね、そういうことでした。あざしたー、やー、だだん楽しいなーって、あざしたって言っても全然あざしたじゃねえんだよな。ただ感謝しまくる人になる。俺なんか、ありがとうございますって感謝しても心全く困ってないんでね。うん、そういう人ダメですよ。あー、寒くてお腹痛え。ここ見せつけるなよ。やっぱ俺ね、お母さんの席嫌いなんですよ。めっちゃ、だから俺ふざけるようにしてる。お母さんの咳が超嫌いなんですよ。お母さんのくしゃみ、ベッヘーいや、こんなん、舌めっちゃ白くて汚ねえ。舌ごけ汚ねえ。いや、そこ触れなくてもみんな、ああ、なんだってんで終わりなのに。え、舌ごけいっぱい生えてんの、白い舌なのってこと、口臭い、うわ、キモーって思われちゃうじゃん。俺めっちゃ口臭いんですよね。だからもう人と話せないんですよ。俺もなんか修学旅行の時、俺はなんか好きな人話すみたいなノリがあったんで、俺が好きな人話してやろうって言って率先して話していくって、ちょっとよくわかんないことしたんですけど、その時俺めちゃくちゃ口臭かったんですよ。で、布団の中入ってみんなで喋ってね、もうめっちゃこう口臭攻撃してて、みんな嫌だったらしくて、めっちゃ顔向こうに向けて、嫌なやつでした俺は。うん、俺多分中学校の頃いじめられてたんですけど、まあ中学校で最後なんですけどね、いじめられるのはそれ以降行ってないんで。でも中学校でいじめられてて、多分俺臭かったんだろうな、なんか臭かったんだろうね、臭いからいじめられてたんだろうな俺は。だからやっぱ臭いのやめた方がいいよみんな。やっぱ匂いってなんだろうな、やっぱ五感の一つだからさ、直感であるんだろうね。俺臭いからいじめられてたもん。俺臭いから嫌われてたし、あとうざいしね、臭いのにうざいんです。俺めちゃくちゃ喋って、めちゃくちゃ悪口言うし、もう最悪な生き物でした。今もその最悪は更新中です。さらにうるさく、さらにうざく、さらに臭く、さらに太って、嫌悪感の化身となってね、今なお生きております、活動しております。世の中の悪いものをねギュッとしたものです。世の中の悪いものおにぎりです。はい、おにぎりギュッとしてんだ。ギュッとするタイプのおにぎりを作ってる人です。俺はそれがバレてしまいました。そんなすごいね、決め技みたいな、決め言葉みたいなね、その人が特有、その人特有のいつも言う決めゼルフみたいなね、バレてしまいましたみたいな感じって言ってもね、急にテンションがおかしくなった人で、それで終わりですから。みんなそれ以上の感情は持たないと思うんですよ。うわ、テンションおかしくなってる。え、なんで？なる。テンションにみんなフォーカスっていうか、フォーカスかっこいい。フォーカスって言葉使いたいよね。俺かっこいい言葉使ってね、かっこいい言葉使いたいんですよ。で、かっこいい言葉使って、俺は賢い人間なんだぞってことね、見せびらかしていくんですけど、俺は脳みそマジで詰まってないです。脳みそ回転してないんですよ。しっかりとガッチリとね、
全く微動だにしない、完全なる停止です。はい、脳みそ全く回転してないんでね、俺飯食うとき何も考えてないです。だからね、飯食うの好きなのに俺ね、なんか飯食った前と後でしかなんか幸福を感じないっていうか、本当に俺飯食うとき何も考えてないんです。すごいですよ、俺はぼーっとすることができる人間なんですよね。何も考えないってやっぱ娯楽なんです。何も考えないって最高なんですよね。うん、やっぱぼーっとするのって本当に最高なんですよ。みんなぼーっとしてることなんでしょ、ないでしょ。あ、確定申告しなきゃ、宿題あるみたいな、あ、いろいろある、あれなくなってる買わなきゃって、俺何も考えてぼーっと本当してる究極の生活を送っております。家事、生活、家事とか何もしてないでしょ。親に任せっきりだし、何も考えてないです俺は。もうぼーっと、なんかガチでぼーっとしちゃった。すごい、俺すごいぼーっとできる、意図としてなんかすぐに寝れちゃう人みたいに何も考えないことができるんですよ。もしくは考えてることを完璧に隠すことができる人が、俺はめちゃくちゃ考えてるけど、もしくは考えてることが分かんないのかな俺。もしかしてめちゃくちゃ考えてるかもしれない、俺考えてないんだろうなって思い込むことによって全然考えてないことになるのかな、錯覚かな。やだなそれは。考えることができないんじゃなくて、考えることを全力で隠す力。いやでも俺ね、常にぼーっとしてるし、今も何も考えてないんですよ本当にすごいな、ここまで考えてない人いるんだ。だから俺 ASMR とかめちゃくちゃ好きだけど、なんかそんな何も考えてないで聞いてるんです。音楽とかもねASMR が流れっぱなしだ、咀嚼音 AS アスムラでも ASMR はちゃんと ASMR って言った方がいいですね。アスムラとか言ってさ、なんかちょっとふざけたらキモっててぶん殴られちゃうよね。おいキモいんだよって言って誰に殴られるのかわからないですけど、ペロス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 、特にないです。いやまあね、口くせえな、俺の口はくせえな。あ、すいません、ダメだ、爪も汚いんだ。もう全部やばいしね、この肉もブリンブリン、ブリンブリンの手肉、首肉でさ、ここもうわ、変な跡あるし。で、髪の毛も臭そうだしな、めっちゃちょっとテカテカしてる汗で。うわ、汚ねえな、反響でなんかブツブツ見えるし。不潔感だな、すごいな、清潔感なさすぎだな。あ、ごめんね、リビちゃん。リビちゃんって言っちゃった。犬ちゃんが。本名がバレてしまいました。ねえ、バレんの嫌だな、まあいいか。あんま言わねえ、そう、公表していくつもりはないですけど。まあいいや。吐いてー。歯磨き俺全然してないんですよ。最近歯磨き全然してないな。思えば。だから口臭いんだよな。当然だな。歯磨きしてないんだもん。口が臭いわけだ。じゃあバイバイみんなね。今日はここら辺にしとこうかな。単純に俺はね、寝たいんで。寝てね、マック食いに行く。今日最後ですからね。最後の、なんだ、夜昼マック。夜昼バイマック。バイ夜昼マック。なんで。それを堪能して。寝まーす。じゃねー。